アーイ、おじさん、横浜、商店街、愚名寺、おごり、食わず嫌い、爆笑、今週は、食わず嫌い&、あーやーイおじさんの全国商店街おごり旅、の豪華2本立て。食わず嫌い、石橋高明、勝治郎、VS、木梨憲武、三つマングローブ、共に食わず嫌い初登場。三つマングローブは、ようやく食わず嫌いに出れた。と、興奮しながら登場。 コンビを組む木梨憲武について、のりさんの女装コントを見て学び、今があると語る3つ。他にも、女子テニス、業界裏話、ロンドン生活などを話す。一方、勝ち事業は緊張しながらも、仕事の悩みについて語る。勝負の方では、両者とも、無難に4品食べてみせた。果たして、どちらが初勝利を挙げたのか。 アーアーおじさんの全国商店街おごり旅は木梨が日本全国の商店街を活性化させるためにあらゆる世代の中からお眼鏡にかなった人だけにどんどんおごっていく今回のゲスト謝栄子山里亮太と共に神奈川県に出現する